山本周五郎作「国運遍歴」その第61回「六の五」続きから大川端を歩いていることに気づき渡し船に乗ったどの渡し場だったか覚えがない狭い路地で女たちのひしめいているところを通り抜けた堀端に面した居酒屋を2軒2軒目だと思ったら 三軒目だったことに気づき少し酔いすぎたなと思った「口に言わねえと心には」とまた誰か歌っているのが聞こえた「いっそ死のうか死にたいと手を取り合うて引き寄せる」「ほかげも薄着承知のぶうち恋のおだまきの真珠場だな」 昼夜は思った。だが節ししが違うそこはに上がりだいっそ死のうかというところからに上がりになるんだと彼は首を振ったそこはねこうやるんだと昼夜は目をつむって遮ったいっそ死のうか死にたいと彼は口ちじゃみせんで歌いだしたそこがどんな店で 辺りがいつか静かになったのでひょっと目を開けてみると住人ばかりの客や借をする女たちがそれぞれの姿勢でシーンと聞いていた昼夜は歌いやめると四十絡みの人足風の男が勘どくりと杯を持ってこっちへ来た酒焼きの伸びた頭に鉢巻きをし 汗の匂いそうな斑点に紺の冷めた腹掛けと桃引き履き古した草履履いていた日に焼けて栗色に光る角張った顔は黒い武将ひげに隙間もなく覆われていておかしいほど芝居でする雲助か山賊のなりに似ていた「中夜師匠結構でしたね」。 と男は脇へ来て腰をかけ杯を差し出しながら言った「今のは宮古座であったスウの浄瑠璃でしょう」昼夜はうなずきこっちを眺めている女中を招いた女中の一人が立ってくると受けた杯に口をつけておき女中に新しい杯を出させて男に返拝した「ほら猪吉ってもんだ」 と男はきを持ったまま口ぼつけずに言った「横編みのまあいいやそんなことはいいが師匠おめえさん俺の杯が受けられねえのかい気を悪くしないでくれ」と中也は穏やかに答えた「これあしの癖なんだ火を取るなんぞのきは受けねえってんだな癖なんだ」と中也は言った 飲み出すと杯のやり取りを忘れちまうんでかえって相手の気持ちを悪くする始末さそれで初めっから杯は命名にすることにしているんだよそれが本当ならしようがねえ嫌なこと言ってすまなかったと言って男は受けた杯の酒を飲み昼夜に酌をされながら続けたほら、師匠の浄瑠璃が好きでね 去年の糸柳恋のおだまも三度古宰見に行ったしべいがお好きですかああ好きだめっぽう好きだ成田屋がひいきでね男は4杯目につがれた酒もすっと煽ったひらがな清水器の吉森ね千本桜の義経まあどんな役にしろ 成田屋がすると大きくもなるし役がいけるからね師匠は成田屋の渋谷いにジョルリアつけねえようだなこっちはまだ駆け出しでねほら師匠の浄瑠璃が好きだ恋のおだまきで食いっげけ好きになっちゃった酒をもらってもいいかい男はそう聞いて柔夜の答えも待たずに酒を命じたこんなところで 師匠に出っかそうとは思わなかったええ一つお近づきに今夜はゆっくり飲もうなあ師匠いいだろうそれからどのくらい経ってからか二人で二軒ほど飲み歩いた猪吉というその男がほとんど一人で飲み絶え間なしに一人でしゃべった猪吉は相当な芝居好きで評判になった狂言は 三座のどれをも見ていいるらしい特に幸四郎團十郎松助の3人はその声色から仕草まで覚えていい髪型の役者や狂言を芥のようにこき下ろした中夜はいい加減に相槌を打っていた「こういう客がしびを悪くするんだ役者の声色や仕草を覚え込みそれを型にはめようとする」。 どんな役を演じても團十郎は團十郎でなければ承知しないこういう見物は芝居を見るのでなくいつも舞台の上で比企役者が得意の芸をするのを見に行くのだこういう人間が芝居を堕落させるんだ何だと猪吉が突然怒鳴り出したえ、はい、もう一度言ってみろ團十郎がどうしたってんだ 6の6昼夜は立ち上がった男が何で怒り出したのか全くわからなかったし誰か別のものに怒っているのかとも思ったしかし昼夜が立ち上がると同時に猪吉というその男も立ち上がり昼夜の着物の襟をつかむと「野郎表へ出ろ!」とわめき めに入っだれかをはねのけながらほとんど引きずる予防にして中哉を店の外へ連れ出した「ざま見ろ!」と中哉は心の中で自重した男の拳が頬骨に当たり平手が横顔で高い音を立てたそれが幾度も繰り返されたが痛みは少しも感じなかった「いいざまだいっぱし芸だの誇りだの」と。 偉そうなことを言い、お世辞や追唱や金の力で得た人気に酔っていた中夜師匠が、見ず知らずの人足にさえ軽く扱われ、罵られ、殴りつけられているんじゃねえか。人足、こいつの方がよっぽど人間らしい。この男はその正味で生きてき、今でも正味で生きている。自分の力で、自分の汗と油を流して生きているんだ。 こういう人間にぶつかれば、貴様の値打ちなんぞ消し飛んでしまう。何が中夜節だ。貴様の芸なんぞにどれほどの価値がある。色も形もない幻、実体のない空想じゃねえか。殴られているその拳をありがてえと思え。それこそ本当の人間の拳だ。お世辞もへつらいもなく、中夜という名にもこだわらず。 一人の人間が一人の人間に対してじかに怒りをたたきつける拳なんだぞ」と忠也は思ったそれからどういうことがあったかほとんど記憶に残っていない気が付いてみると額にぬれてぬぐいがのせてありすぐ脇に女が座っていた目を開けると星のきらめいている高い夜空が見え 周りでは虫が鳴いいていた。そっと体を動かしてみると脇腹や太ももに痛みを感じた「ここはどこだ?と」と忠也が聞いた「深川です」と脇にいる女が答えた山本周五郎作「国雲遍歴」その第六十一回「六の六」途中まで。 2021年4月10日。